上方護衛艦6番艦阿賀野が浸水したという情報を入手しました。今回は阿賀野浸水について見ていきますね。悪魔的な建造力は日本が世界から注目を集めています。少人数化された AI 護衛艦の凄さは世界に知られることに、世界に向け日本の高性な護衛艦を販売していくといいのかも。海上自衛隊が急ピッチで建造を進めているもが身型護衛艦。ネームシップで一番艦のもが身が2022年4月28日に就役して以来、二番艦熊野、三番艦のし、ろが2022年中に就役しました。続く四番艦三熊が2023年3月就役予定。5番艦矢作と6番艦阿賀野が浸水して偽装中です。このように、1年に2隻というハイペースで建造が進められ、現時点では22隻が配備される予定になっています。ちなみに、各艦の名前を見てお分かりのように、も、が身型護衛艦シリーズには、日本国内の河川の名前が付けられています。このもが身型護衛艦は、従来までの護衛艦とは、コンセプトが違うようで、FFM という、新しい艦種記号が与えられています。FF はフリゲート艦を表し、艦体サイズとしては、おおむね、駆逐艦より小さく、コルベットより大きいとされていて、空母など戦闘艦を護衛する駆逐艦と同じ対戦、防空能力を備えてはいるのですが、揚陸部隊、補給部隊、小船団などの艦隊護衛が主な任務ということです。そして、M は多目的、マルチファンクショナルと、嫌い、マインの頭文字の M を合わせたもので、もが、身型護衛艦は、対戦、対空、対艦における護衛艦にこれまでの求められてきた艦隊護衛任務をはじめ、掃海艇が担当してきた嫌い戦まで、文字通り、多目的な作戦に従事できる艦種なのです。海上自衛隊は、これまで運用してきた護衛艦は、諸外国海軍における駆逐艦、デストロイヤーと同様の位置づけにしていました。その中で、秋月型のように対潜戦闘、対艦戦闘、対空戦闘のバランスが取れた護衛艦を、汎用型護衛艦として、DD という艦種記号を付与していました。海上自衛隊の艦種記号はこの他にもあります。例えば、混合型のように艦対空ミサイルを多数搭載し、艦対防空を主な任務とするイージス護衛艦には、誘導ミサイル、ガイディッド、ミサイルの G をつけて DDG としています。出雲、片やヒューガ型のように、ヘリコプターを搭載して、対潜作戦などを担当する護衛艦には、ヘリコプター、ヘリコプタールの H をつけて、DDH としています。また、汎用型護衛艦 DD に比べて小型で、どちらかといえば、近海での活動を主担当とする、阿武隈型などの護衛艦には、護衛、エスコールトの E をつけて、DE という艦種記号がついているということです。海上自衛隊では、一定規模以上の艦艇は、すべて護衛艦という呼称で統一しているので、フリゲート艦という艦種の設定は、太平洋戦争終戦直後、アメリカから旧型フリゲート艦の供与を受けて、1950年代から1970年代まで運用していた、クス型護衛艦以来となります。この FFM もが、身型護衛艦の構想が明らかになったのは、2013年12月に発表された25大綱によります。その中には、日本周辺の中国、ロシア、北朝鮮の海洋での軍事活動が活発になったため、海上自衛隊における情報収集、警戒監視任務が著しく増大してきたことに対して、
そういった任務に対応する能力が護衛艦に要求されるようになったためです。沿岸防備部隊として、いわゆる護衛隊群に所属しない護衛隊、艦番号が10番台あるいは2桁の護衛隊の増加に加えて、海地が常時保有し運用する護衛艦を47隻から54隻に増強することになっていました。しかし2014年から2024年の間に旧式護衛艦4隻が退役する予定とされていたため、それらを入れ替えながら増強を図ることを目的として、多様な任務への対応能力の向上と艦隊のコンパクト化を両立させた新型艦艇が必要であるとして、 FFM という新艦種のもが身型が計画されたのです。防衛装備庁による当初設計における公募では、前述の多様な任務への対応能力の向上と船体のコンパクト化の両立が求められていたので、2015年時点ではこの FFM は3000トン型護衛艦と称されていましたが、多機能性が要求されたことで、それに必要な装備を搭載する関係があり、最終的には当初計画から3割ほど大型化した3900トン型護衛艦となったのです。もが、身型の艦隊の大きさを紹介します。基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、最大幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルです。機関方式はディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせたコダグ方式で、 MT30 ガスタービンエンジンが1機、MAN 車 12V2833D、STC ディーゼルエンジン2機が搭載されています。7万馬力を発揮し、2軸のスクリュープロペラによって、最大速力30ノットで航行するそうです。また、ステルス性に配慮して設計されている艦隊のデザインには特徴があります。レーダー反射断面積、RCS を低減するために、主船体、上部構造ともに外国のステルス艦と同じように傾斜角がついているのです。そのため全甲板から艦尾方向に続くナックルラインが飛行甲板下の後端まで続いています。上甲板の配置もかなり変更されていて、全甲板に露天で配置される東洋病関連の機器、偽装が艦内に配置されたり、上部構造物が左右両舷までに張り出しているのです。このため、艦の上、甲板にこれまで設けられていた、外に暴露している通路が廃止されました。日本周辺国の海軍においてもが、身型に相当する艦艇を少し調べてみました。中国海軍では、054A型と呼ばれている、航海2型、チャンカイ型フリゲートです。ロシア海軍ではアドミラルゴルシコフ級フリゲートです。このアドミラルゴルシコフ級のネームシップで、1番艦アドミラルゴルシコフには、マッハ9で飛翔するために、迎撃困難だとされている極超音速兵器ツィルコンが搭載され、2023年1月4日に大西洋を航行したことが話題となりました。この航行の目的は、ロシアがアメリカをはじめとする北大西洋条約機構 NATO に対して極超音速をいつでも発射可能であると見せつけ、脅威と感じさせることが目的だったと推測されています。そのアドミラルゴルシコフ級フリゲートは、主兵装の VLS 垂直発射艦を32セル搭載していますが、もが身型はその半分の16セルしか搭載していません。数が多ければ良いというものではありませんが、実は VLS には予算がついていますが、搭載するミサイルの開発問題などのため未搭載です。そうした兵装の差は、水上戦闘艦として建造されたアドミラルゴルシコフ級ともが
身型の運用目的の違いにあります。も、が、身型は対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装を持ち、機雷除去および不設の機雷戦能力までをも付与された、文字通りマルチな多用途艦であることを物語っているのです。も、が、身型護衛艦は62口径5インチ砲 127mm 単装砲が1門、国産の遠隔操作式無人重火 RWS が2機と 12.7mm 機関銃が搭載される兵装となります。固艦対空兵器としては近接防空ミサイル11連装が1機、対水上艦攻撃用として対艦誘導弾17式艦対艦ミサイル4連装発射筒2機、対潜水艦攻撃用としては、324mm 3連装単魚雷発射艦が2機搭載されているほかに、先述したように、マーク41垂直発射装置16セル1機の搭載が計画されています。また、ヘリコプターの搭載機能も合わせ持っているので、SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機が搭載可能なのです。そして、このもが身型護衛艦は、乗組員が約90人と考えられているので、従来の護衛艦と比べると、大幅な精進化を図った艦艇という特徴があります。役割的に全型と耳なされる DE アブクマ型護衛艦ですが、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートルですからもが、身型よりは、一回り小さいサイズになります。しかし、乗組員は約120名と想定されていて、それよりも、大型で、かつ搭載兵器が増えているはずのもが、身型が、およそ3割も、人員が減らしていることが、いかに精進化が進められているかがわかるでしょう。消費と化に、伴い、もが身型では、クルー製の導入が予定されています。これはもが、身型護衛艦3隻に対して、4組の上艦クルーを配置することで、3組が上艦している間は、残り、1組に休養を取らせるというシステムなのです。このシステムによって、定期検査や修理などに対応しながら、稼働席数を確保できるだけでなく、乗員の休養期間が確保されると思われます。こうすることで、もが、身型では、すでに就役している艦と、今後建造される艦の偽装が、すべて同じ時期になるように計画されているのですが、これについても、海上自衛隊では、初めての試みになるそうです。防衛装備庁は、艦艇に搭載したレールガンの洋上発射テストを実施し、その様子を SNS で公開した。試験艦アスカで行われたとの情報をキャッチしました。今回は、このレールガン世界初の洋上射撃試験を詳しく見ていきます。今後、レールガンのメリットを活かし、デメリット改善で、世界に、輸出も念頭に入れ、開発量産へステージ化変化しましたね。無人潜水艇に装備してもいいでしょうし、陸上での装備も可能になるでしょう。オスプレイ墜落がちょっと気になるな。先月の2023年10月中旬、日本の防衛装備庁は、開発中の兵器である、レールガンを艦艇に搭載し、世界で、初の試みとなる洋上での同兵器の発射テストを実施したことを、公式の SNS 上にも画像として公開していた。
このレールガンの発射テストの実施にあたって、防衛装備庁は、その実施場所、海域や、同兵器を搭載した具体的な海上自衛隊の艦艇の名称は伏せた状況であったが、大型の輸送通り試験艦のアスカであることが判明した。海上自衛隊の試験艦であるアスカは、現状では、同隊が唯一保有、運用している、その名の通りの各種の新型の艦艇用の装備品のテストを担う専用の艦艇であり、このことから、レールガンのテストでも使用されたものと予想されていた。くしくも、その予想を防衛装備庁自身が認める見解を示したことで、多くの関係者の想定通りであった事実が確認された形となったわけだが、個人的には、かなり容易に想像がつく本件の実施艦艇名を当初は伏せた理由の方が、不可思議に感じられた。そこには、防衛上の機密を保持するという政治的な課題が横たわっていたのかもしれないが、いずれ公表するつもりであったことを考慮しても、わずか半月ほどで、あっさりと、試験艦アスカであることを認めた真意は、正直よくわからない。ただし、防衛装備庁は、今回の試験艦アスカが発射テストを実施したとされるレールガンそのものについては、これまで、地上において発射テストを行ってきたものと同一であるとは認めておらず、こちらは、伏せたままの状態である。これまで、防衛装備庁が、陸上にて発射テストを実施してきたレールガンは、口径にして 40mm の規格のものから、重量 300g の弾丸を 20MJ の運動エネルギーを発生させて発射する単発式の仕様となっていた。今回の試験艦アスカに搭載されたレールガンは、この従来までの 40mm 口径のものではなく、艦艇搭載用に、さらに小口径に変更したものではないかとの予想がなされてはいるが、こちらは現時点では明かされていない。そうした情報の秘匿の意図を、防衛装備庁側では、テスト発射に使用したレールガンの使用を明かすことは、その射程距離や破壊力を仮想敵国に悟られないようにすることを目的にしている、と表現するに留めている。そのため、具体的な今回のレールガンの使用は、未だ詳細は不明という状況が続いているが、2024年度の防衛予算の概算要求でも、238億円の開発費が計上されており、実用化に向けた開発を継続する姿勢を崩してはいない。さて、今回のレールガンの洋上での発射テストの舞台となった試験艦アスカであるが、決して新しい艦艇ではなく、1933年4月に起工、翌1994年6月に進水、さらに、その翌年の1995年3月に、収益と艦齢は、すでに29年目に到達している。海上自衛隊の試験艦アスカは、同型艦は建造されていない、ただ一隻の艦艇だが、基準排水量は4250トン、満載排水量は6200トン、全長は 151.0 メートル、全幅は 17.3 メートルの艦体を持ち、ガスタービン機関2機と発電機1機を備えるコグラグ方式を採用していた。この試験艦アスカに搭載されたコグラグ方式の機関部は、最大で4万3000馬力を発させ、これによって、最大速力も27ノット以上を発揮する仕様となっており、試験艦という特性を考慮した場合、かなり強力な仕様だと感じられる。この機関構成自体も、試験艦アスカでは、テストのために、海上自衛隊の艦艇としては初めて採用された形式であったが、機関部のテストを終えた後は、発電機は他の艦に転用されており、稼働に大電力が必要なレールガンのためには対策が施されたのだろう。試験艦アスカでも、艦尾には多くの護衛艦と同様に、回転翼機用の飛行甲板が装備されており、SH-60J 等の回転翼機を運用することが可能であり、それらを収容することのできる格納庫も常設されている。1995年3月に収益を開始した時点での試験艦アスカは、当時の海上自衛隊内に置かれていた開発指導隊群の艦艇として、横須賀を母港として配備されたが、今年の2023年4月には同群が廃止され、新設された技術評価開発隊へと所属が変更されている。試験艦アスカは、
ほぼ同時期となる1996年から2002年にかけて全9隻が建造された汎用護衛艦である村雨型と似た規模であり、村雨型は基準排水量が4550トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.4 メートルとなっている。ただし、村雨型は異なる2種類のガスタービン機関を各2機ずつ備える小ガグ方式を採用しており、これによって最大で6万馬力を発させ、最大速力も30ノット以上を発揮する仕様で、実戦に向けた強力なスペックを実現させている。さて、試験艦アスカに話を戻せば、試験艦の名に恥じぬ各種装備のテストを収益時から数多くこなしており、前述したコグラグ方式の機関部をはじめ、OQQ21 ソーナー、射撃管制式システムの FCS3 等を直後から実施している。その後も、試験艦朝日では、海上自衛隊の C4I システムであるの OY90 や、各種の護衛艦が搭載するマーク 41VLS から、運用可能な新型のマル7式垂直発射魚雷投射ロケット、水上戦闘艦用の単魚雷、人認識魚雷等の対戦兵装のテストに従事した。また、近年では、陸上自衛隊が装備する1二式地対艦誘導弾等の艦艇搭載型となった17式艦対艦誘導弾のテストも実施しており、著しく長射程化が進んでいる同分野の兵装開発においても、大きな貢献を果たしている。こうした各種の海上自衛隊の艦艇用の各種の装備のテストを実施してきた試験艦朝日の経歴を振り返れば、冒頭でも述べた通り、今回のレールガンにおいても、真っ先にテストに使用されるであろうことは、多くの関係者に予期されていたと思われる。防衛装備庁では、今回のレールガンの洋上発射テストの目的を、敵の航空目標及び海上目標から、海上自衛隊の艦艇に対する攻撃から防御するための一手段として実用化を急ぐ観点から言ったものであるとコメントしている。レールガンは、ご存知の通り、従来の艦載砲の火砲と異なり、弾頭、弾丸を、削薬の力ではなく、電力とローレンツ力を使用し、磁場を発生させることで発射する兵器であり、原理的には、かなりの高初速で、その発射が可能となる。こうした新機軸の兵器開発においては、当然のことではあるが、世界最強の軍事予算と、それに裏付けられたアメリカ軍が先行しており、同国の航空母艦の新装備である、電磁式カタパルトの開発に従事している、ゼネラルアトミック社や、イギリスの BAE システムズ社が取り組んできた。この取り組みの結果、2010年には、アメリカ海軍は、BAE システムズ社を中心とした、レールガンの試作機によって、10.4kg の砲弾、弾丸を、33MJ の運動エネルギーで発射することに成功している。このテスト結果を踏まえた上で、アメリカ海軍は、2020年の実用化を目指し、最大射程距離で、およそ 160km を目標に、毎分10発の発射を可能とするレールガンを開発することを決め、その計画を進めていた。しかし、このレールガンの使用を実現するにあたっては、少なくとも、25MJ の電力が必要となり、現状アメリカ海軍が保有する水上戦闘艦の中でそのスペックを持つ艦艇は、建造費の高騰で、わずか3隻の建造に止まったズムウォルト級しか存在しなかった。当時も、そして2023年現在も、アメリカ海軍の主力を占めるイージス艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、電力の予備はおよそ 9MJ ほどしかなく、仮にレールガンを搭載するとなれば、大幅な電力供給力の拡張を行う必要が生じる。この電力供給量を、既存のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦で実現しようとした場合、現状の装備を一部撤去して、新たな電力供給元を搭載する必要があったが、それに加え、弾頭、弾丸を誘導する仕組みも組み込むことが求められた。これらの課題が山積する中で、およそ 1000km 以上の長射程を備え、かつ、極超音速で飛翔する新型ミサイルの開発が進み、わずか 160km ほどの射程距離しか持たないレールガンの必要性は薄れてしまった。アメリカ軍としては、
既存の艦艇の主力兵装である MK41VLS から運用可能な長射程の高速ミサイルを実用化した方が圧倒的に汎用性と設備の改修の手間が少ないという結論に至り、レールガン開発は中止された形となっている。